はい、今日紹介した一着はこちらのアビレックスの MA1 の、この対戦モデルの紹介をしたいと思います。こちらはですね、定価は4万5000円ぐらいだったと思うんですけども、かなり作りがかっこよくなってまして、この辺も全部あの羊革なんですよ。こういう部分が革使いがすごい多くなってます。切り返し部分が羊革になってます。でこの辺のジッパーとかもずっとこれ革になってまして、でこんな感じでギャランティーカードとかもついてます。で中もですね、まあ、よくアビレックスの革ジャンとかにあるようにですね、この見えない中の部分もこだわりがありまして、こんな感じでパッチがついてます。60周年アニバーサリーとかこの辺こう書いてありますね。で襟もこれボアついてて暖かいです。ジッパーもこの辺のベージュの色使いとかもかっこいいと思います。こんな感じで、でリブとかは普通の MA1 と同じです。一応品質表示的なタグはこういうポケットの中に入ってます。こんな感じですね。羊革ナイロンとか書いてあります。で背中の部分もですね、ちょっとステンシル系のこうドーンと背中に文字が入ってまして、ちょっとかっこいい感じになってます。無地ではありません。 X1 と入ってます。はい、以上がアビレックスの対戦モデルの MA1 の紹介ですけども、あまりこれ見かけないんですよ。あのショップでも見かけなかったんですけども、あまり数は出てないモデルだと思います。それだけに見つけましたら結構早めに買わないと、楽天とかヤフーショッピングでもないのでですね、まあ、見つけたらすぐゲットした方がいいと思います。以上アビレックスの対戦モデルの MA1 の紹介でした。